決勝戦の会場となる埼玉スタジアム2002全国高等学校サッカー選手権大会埼玉県大会は全国高等学校サッカー選手権大会の埼玉県予選である埼玉県サッカー協会と埼玉県高等学校体育連盟テレビ埼玉の主催で行われる大会には 埼玉県高等学校体育連盟に認められた県内の学校が出場する。一次予選では各校をブロックに分けてトーナメント戦を行い、勝者はブロック代表としては決勝トーナメントに進出する。これに高円宮ハイ JFAU-18 サッカープリンスリーグ関東参加校や高円宮杯 U-18 サッカーリーグ埼玉県リーグ参加校、 学校総合体育大会券、高校総体予選ベスト8進出校を加え、決勝トーナメントが行われる。高校総体代表校には、ラウンド16からの、同予選ベスト8進出校には2回戦からの、シード権が与えられ、優勝校には本大会への出場権が与えられる。1950年代から1970年代に、かけて、浦和高校、浦和西高校、 浦和市立高校、浦和南高校といった、浦和勢の時代が続き、全国大会で優勝を重ねたことから、浦和を制する者は全国を制すると評された。なお、埼玉県の単独により代表を送り出すようになったのは、第35回から第44回大会、第50回大会以降のことであり、過去には以下のような予選方式が取られていた。決勝トーナメントの 主な会場となる埼玉市大宮公園サッカー場と埼玉市駒場スタジアム。かつて大宮サッカー場では決勝戦が開催されていた。また第45回から第48回大会では予選を行わず全国高校総体と国民体育大会の上位チームに出場権を与え、残りは地域推薦という扱いで出場校を決定し、 第49回大会では、地域予選と推薦の併用となった。1970年代には、浦和勢及び、小玉高校など公立勢の優位が続いたが、やがて個人技を全面に押し出した私学の、武南高校が頭角を表すようになった。1980年代に入ると、武南高校に対して、浦和南高校や、体育課を併設する。 大宮東高校が挑む形となり、1990年代中盤に入ると、武南に対して、古豪の浦和市立高校や、新高の浦和東高校などが挑む形となった。2000年代以降、従来の武南や浦和勢に加え西武大高校や昌平高校をはじめとした、私学勢が台頭するなど、多様化を見せている。試合は、前後半40分ハーフ。 決着がつかない場合は10分ハーフの延長戦を行い、それでも決着がつかない場合は PK 戦により勝者を決める。ABC 両校優勝 PK 戦によりブナンが全国大会出場 ABC 両校優勝 PK 戦によりブナンが全国大会出場 ABC 両校優勝 PK 戦によりブナンが全国大会出場 ABC 両校優勝。PK 戦により、う南が全国大会出場。ABC 両校優勝。PK 戦により、正友とも深谷が全国大会出場。ありがとうございます。